お、ここは、村だ。何寝ぼけたこと言ってるんだい。神社からここまでずーっと同じ村、日並沢村だよ。山田の木田のを見てると気がつかなかったけど、家屋を見てるとやっぱ廃村だなって思うよな。古い家ばっかりだと思っていたら、そうじゃないのもあるんだ。おお、すっげえでっかい家だな。お金持ちの屋敷って感じですよね。おい、どうしたんだ？いきなり立ち止まったりして。早く行かねえと。ちくしょう、遅刻だ。早く行かねえとやべえぞ。待ってよ、圭一くん。誰が早く着くか競争だよ。先に自分の席に着いた人が勝ち。よし、望むところだ。男の体力なめんなよ。遅えぞ、ミオン。みーちゃん、早くおいでよ。レナ、ケイちゃん。園崎さん、大丈夫ですか？ああ、悪かったね。立ち止まったりして、行こう。まあ、いいか。ここって全部、ミオンさんの、家なんですか？家っていうより、敷地だね。いわゆる私有地ってやつだよ。この中は、全部、庭？まさか、ただの敷地だよ。中には山があるだけだ。
さすが御三家。ずいぶん立派な門構えだな。抜け道は園崎の森の中にある。庭を突っ切って奥にある地下倉庫が入り口だ。だがことはそう簡単じゃない。先客が待ってるんだよ。どうしようもない。やるしかないよ。いや、やるって。安心しな。私が一人で切り伏せる。あんたたちはここで待ってればいい。だが、あいつらを切り伏せたところで、私はあんたたちを秘密通路まで誘導することはできないよ。私は心霊を取りに行かなきゃいけないからね。それなら僕も行きます。バカを言いでないよ。素人が丸腰で本店に行くなんざ、むざむざ命を落としに行くようなもんだ。でも僕はミオンさんのために何かを。何かに命を懸けたいってのは分からないでもない。だけどね、命には使いどころってのがあるんだよ。これは私の問題だ。私は自分で決着をつける。ミオンさん、僕はあなたに会えてよかったと思います。ミオンさんと会えたからこそこれまでのことを話せた。生まれ変われたような気がするんです。だから約束してください。お願いです。絶対にあなたこそ命を無駄になんかしないでください。わかった。約束するよ。あんたたちはとにかく私が作った隙をついて中に進みな。ミオンさんは？私は本邸の奥の間に向かう。神霊は掛け軸の裏にあるはずだ。鍵は床の間に飾られた鞘だよ。鞘が鍵？そう。そこへこの玉弾きの刀を収めれば仕掛けが開く仕組みなんだ。刀を台の鞘に収めれば神霊のしまってある扉か何かが開くということか。そうさ。掛け軸の裏に隠し扉があるはずだ。神霊はその中だよ。扉が開いたら私は神霊を持って森の中の地下倉庫に向かう。その中に隠し井戸があり地下通路へとつながってる。そこで落ち合うよ。はい。荒川。
あんたは乙部と一緒に先に隠し通路へ行っておくれ。後から追いつくよ。オーケーズ。それじゃ、行くよ。ここにいると知っていながら挑んでくるた、なかなか潔い。さすが度胸だけは先代に引けを取らんな。元園崎家当主代行、園崎美音。はじゃらじゃら子分を引き連れてちゃ大口叩いても様にならないね、三船。母さんを撃ったのはお前の仕業なんだろう。先代に忠誠を尽くしてきたお前がまさか園崎家を裏切るような真似をするとはね。よくもまあのこのこと園崎家の敷居をまたげたもんだね。お言葉を受けすようだが、裏切ったなど言われる筋合いはない。園崎組を締め上げるような立場、女のあんたには務まらないと進言したまでだ。もともと私が園崎組を率いて本家を仕切るはずだったのを、一番強硬に反対していたのはあんただったってね。私が若いだの経験がどうだのと言って。葛西から聞いたよ。あんた父さんたちに隠れて密輸に手を染めていたんだって。それが露見するのを恐れて、そしてその商売をさらに拡大するために父さんと母さんを。どこの三下が言ったかは知らんが、言いがかりもいいところだな。わしは組の利益を拡大して格を上げていくために最大限の努力をしてきたつもりだ。それをおめえの親父が妬んで独占しようとした。所詮おめえたちに園崎組の看板は荷が重すぎたということだよ。荷が重いか重くないかはあんたの目じゃ見抜けない。欲にくらんだ曇った目じゃ人なんか見抜けないだろう。おしゃべりやそのぐらいにしといた方が身のためだぞ。要件を先に言わせてもらう。神霊を渡せ。わしとしても恩義のある男の娘に手荒を働くほど薄情でもねえ。どこにあるのか素直に言えば命くらいは助けてやる。どうだ。笑わせんじゃないよ。そんなもん簡単に渡すわけないってことくらいあんただって分かってんだろ。くだらないおしゃべりはお互い時間の無駄だね。園崎さんをなめんなよ。やれ。
まさか俺のセリフが戦闘開始の合図とか。荒川さん、何やってるんですか。なあ、素人相手に茶化なんか売ってんじゃないよ。上等だ。これだけおかわりがいちゃ私も食い散らかすより他はないね。ミオンさん、そこにいな。上品にはできないよ。死んでも恨まない奴だけかかってきな。このてめえ、遅いんだよ。くらえ。あの人数を相手にひるむどころか果敢に立ち向かい確実に切り伏せていく。命までは奪わずだが確実に相手の動きを封じ込めていく。冷静で的確な攻撃、さすがだな園崎美音。感心してないで、あんたもかかってきたらどうなんだい。そこにカカシみたいに突ったってもうおじけづいたか。とんでもねえ。ただ敵でも優れた相手には敬意を表すのがわしの主義でな。頃合いならお相手して信ぜよ。はその頃合いってのはもうすぐかもしれないね。Huh?
逃げちまったのか。だらしない。ってことは、あんた一人だね。すみませんでした。許してくれ、頼む。この通りだ。何の真似だい。俺がバカだった。その先ミオン、当主様に歯向かおうなどと本当に浅はかだった。申し訳ない。頼む、この通りだ。どうか許してください。それがいい。命は大事にするもんさ。ありがとうございます。すげえや、園崎さん。よかった、ミオさん無事で。園崎さん。本当浜ちゃんだな。だからあんたは当主にはなれねえのさ。貴様、命は大事にするもんだと。笑わせんじゃねえや。そんな生ぬるいこと言って極道が務まるかってんだ。俺たちはやるかやられるかの世界で生きてんだよ。親なら子も子だな。同じ手に引っかかりやがって。よくもこの決着を自分でつける。決着ならもうついてんだよ。お前の母親を撃ったこの銃で印籠を渡してもらえるんだ。ママとお揃いで嬉しいだろ。鬼は鬼らしく地獄の門番でもしてな。死ねえ、その先見よん。なあ。
この刀はね、個人が合戦の折鉄砲の弾をも切り伏せたって伝えられてんだよ。ただの刀だったらあんたの勝ちだったのにね。ミオさん、そんな。もう動かないでください。音すまないね。ちょっと頼んでもいいかい。ミオさん、もうすぐ妹がここへ来る。私にそっくりだからすぐにわかる。心霊を、喋らないでください。わかりましたから、もう大丈夫ですから。最後の最後に面倒なことを頼んで、すまないね。必ず心霊を見つけ出して妹さんに渡します。約束します。ありがとう。やばいぜ、おい。
ください、荒川さん。何言ってんだよお前は。僕は心霊を取ってきます。お前、いくらなんでもそれは無謀だぜ。今新しい追手が来てるんだ。さっさと逃げないと。俺たち、荒川さんは言ってください。うん、お前は。ミオンさんは命を懸けて果たそうとして果たせなかったことを僕に託してくれた。僕は何としても果たしたい。僕を信じてくれたミオンさんに僕は答えたい。乙女、待ってろ乙女。あれが死んで、ふん、素人なんてる幕じゃねえんだ。おとなしくそいつを渡せや。おめえらのことは見なかったことにしてやる。
ごとべ。嫌です。乙女。そうかい、なら仕方がない。あの女の後を追うがいい。心霊を渡してもらおうかな。